1万人の。そうそうそう、これ真由美さんで1枚見つけたんですよ。もうないと思ったんだけど、この人静岡、この人トライアンフ乗ってるんですけどね。トライアンフ乗ってる、めちゃめちゃ面白いですよ、泥だらけになって走って。本当に万歳涼チャンネルさん、見てみよう。よいしょ。え、あ、記念写真。ヘルメットかぶっちゃって申し訳ないです。行きます。もう一枚行きます。あ、じゃあ後で。それじゃあどうも、ごちそうさまでした。はい、皆さんこんにちは。はい、私は今静岡市にいます。静岡市の清水区ですね。で、今ね、久々に清水の誠寿司さんに行ってきまして、今日はね、やっと念願のちらし寿司を食べましたよ。で、ちらし寿司でやっぱ握りよりだいぶ量が多いですよ。で、しかもこれね、ネタもね、見た目も多いんですけど、結構ね、2段重ね3段重ねになってて、ネタの量も相当あるんですよ。だからまたお腹いっぱいです。はい。で、ネタ自体もね、信じられないぐらいでかいですしね、またうまいんですよね、これが。これで1000円ってちょっとありえないですね。まあ、ランチメニューでね、特別な、まあ、内容なんでしょうけど、本当お得ですからね、一度は行ってみた方がいいと思いますよ。はい、そして今日は前回デュークで乗れなかったこの静清バイパス自動車専用道路に乗ります。今日は民線なんでね、ここに乗れるわけですよ。もう静岡はね、こういうバイパスが整備されてるんでね、高速乗らなくても全然問題ないんですよね。これで浜松まで一気に行っちゃいますんでね。ということで今日はですね、誠寿司さんで念願のちらし寿司を食べたという、そういう回でした。それではまた。じゃあねー。